ちょっとタックでも。これかけてしまうね。膝取られてる。もう完全に足今。膝膝。沈んで。これやっぱりよく倒れちゃうんですか。倒れます倒れます。肩はですね、小技でここでパーンと上に煽っといてスッと入るっていう。ここでこうです。おっと。同じですか。同じですね。同じですね。まあ僕らは寝たら寝たところで勝負すればいいと。いや本当一瞬じゃないですね。パーンと一瞬じゃないでしょ。世界中の空手家の憧れ、中達也先生。格闘技界の伝説、ブラジリアン柔術の中井裕樹先生。二人が共演した DVD 黒帯ドリームは大反響。今日は DVD に入っていないとっておきの映像をお見せします。あの型の中にいろんな技が入ってるんですけど、もう出演しちゃってますから、分からないわけですよ。絶対完璧なものはないんですよ。ただもうずっとチャンピオン同じ人なはずですから。うちのバリスタジャパンは日本版アルティミットだったので、やっぱりパンチも一発も やらしちゃいけないっていうような感じでしたね、はい、今ので言うと本当決闘に近いマインドだったんですね、僕らも見えてきたんですね。自稽古ってあるんですけど、自稽古も続きでも火でも何でもありなんですよ。やっぱくっつくとやっぱ柔道やってる先輩に投げられたりしちゃうわけですよね。やるんですね。やりますよ。何でもありなんで、試合とは別なんで。今空手はすごい注目されてるんですよ、MMA で。長瀬デビューするんだったらいいですよ。いや、結構しないところない。総合戦を見れるってことが結構今のいろんなイマジネーションをこう広げられてるんじゃないかなっていう、空手の側がなんか総合のルールみたいにアプローチする時代ですよね。中達也と中井裕樹が語り合う空手と柔術と総合格闘技。なんかこう見に来てどういう風に行くかってなった時に、例えばタックでもこれかけてしまうね。膝取られてる。もう完全に足今。膝膝。あ、これ、あ、全然分かんなかった。もう一回お願いします。全然分かりませんでした。僕らがよくやる、タックルに入って、はい、入ったこれは知らない。かけてますね。はいはい、かかって膝がもう。僕らよくやる。動けない。まあ、このまま膝を決めるとことなんですね。全然分かんない。膝を取ることもでき、なおかつ立てない。立てないです。逃げたり、逃げたりすることができない。うん、ね、じゃあこれ終わりじゃないですか、これやられたら。はい、いや、だからさっき言った、はい、うう一発勝負ですよ。一発でいくとしたら。はぁ、あ、ね。レスリングのタックルと違うんですね、うん。そうですね、ちょっと、あの、倒した後に重きがあるんですよ。うん、僕らだから、テイクダウン力は低いんですね。あんまり、案外低いんですよ。組み方はあんまり考えてない。組んだ後の方を、重視する傾向があるんですよ、やっぱり。これ重視やってる人の大体みんなそうなんですけど、はあ、うん、入り方とかをみんな、その足の位置とかをみんな言うんだけど、あんまりそういうの大事じゃないよねっていうのは僕ら本音で思ってることなんですよ、はあ、入り方とかなんだろう、足の位置とか右なんかこう向きとかって言うんですけど、あんまり関係ないよねって思ってるところがあるんですよ、ちょっと僕らは、はあ、いやむしろその後ちゃんと寝かされるかどうかでしょって思ってるところがあって、うん、まあ、そういうところがありますね、うん、あとはスピン、まあ一つ目もこれは先生にさっきかわされちゃったんですけど、沈んで、うん、これやっぱりよく倒れちゃうんですか。倒れます倒れます、はい、これはやっぱりこれはよく使われる、いわゆる桜バタックですね、いわゆる桜バタック、沈んでそのままいく、ね、これは総合で結構使って、うちの選手も使うんですけど、うち肩の中にですね、はい、こういうのを見せるとここでこうなんですよ。おっと、同じですか。同じですね、同じですね、同じですね。え、そうなんですか。肩の中にこう、ね、ここからなんですよ、肩の中なんていう方なんですか。二重しようという方、黒帯でやってるじゃないですか。へ、あるんだ。あるんですね。そうそう、あざとしてはこう入って、やっぱこっちで押さえて、こっちで入って、なんかここ、同じですね。原理としては同じですね、全く、これを体でやってるんで、あの肩はですね、小技でここでパーンと上に煽っといてスッと入るっていう、でも一瞬だったんですね、今取られるのはどうしたらいいんですかね、あれね、うん、あのそこで気づかなかったらもう終わりですよ、ね、終わりです。そうですね、やっぱり投げられた後のことはできないといけないことなんですね、うんうん、まあ、僕らは寝たら寝たところで勝負すればいいと、うん、長崎先生こう寝たってこういう余裕じゃないですか、はい、いらっしゃいみたいな、空手家の場合は倒れたらもうあたふたしかない。そう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 ですよね。
そこだから、まね、両方やられる方が出てきてるわけですね。あの昔合気道やってる時に、はい、こう投げられるじゃないですか、はい、でこう投げてこう立ってると見られると、はい、あ負けたって気向かってくるんですよ。あれ勝手やったらダメなんですよ。下にいるとムカッとこう来ちゃうんですよ。心が成長しなきゃいけない。心が成長しなきゃいけない。掴まして、掴んでくれた方がいいですからね。ですから本当一瞬じゃないですね。パーンと一瞬じゃないでしょ。本当に一瞬じゃないですか。掴んでくれた方がいいですから。そうですね。掴んでとか言ってる場合じゃないですか。そうですね。掴つくみたいな感じですけど、もう離れた距離からパパンって入ってまた離れる。だからさっきシティガイと来た瞬間もう切るしかないです。そうですね。離れるしかないです。切るしかないです。まあ切る。だから本当にその最初の入り、最初のところの取り合いになっちゃうんです。近くに行けば行くほど危ないですよね。うん、あとこう降ってきますか、今みたいに冗談すぐに行っちゃうと多分かわされて下来ますから、うん、なぜか言ったら下から入るとかフェントから入るとか、うん、で今の総合格闘技はレスリングも強い、寝技もできる、うん、で何かの打撃を持ってるそうですね、感じですね。その打撃がムエタイなのかボクシング上がりなのか、うん、空手なのか、空手の種類は何だっていうによって、うん、何て言うんですかね、個性が変わってくる感じですね、うん、だから今レスリングとか組み合わせが強かったやつがこれを学んでるような感じなので、やっぱり最終的に打撃の方がもう今本当8割ぐらいなんですよ。あ、そうですか。はい、要するに寝技に活かせないことができるようになってる人たちの集合体なんで、うん、だからそう、正直グラウンドは少ないですよね。逆に改めて打撃が、はいはいはい、だからやっぱり で空手とかが注目されてるんです。逆に MMA の世界で MMA ワールドで空手がやっぱりちょっと違うんじゃないかって。逆にも寝技はもうみんな共通してできるようになったから、はいはいはい、みんなもう、はい、もうすごいですね。もう寝技にならないんですよ。長瀬先生デビューするんだったらいいですよ。いや結構しないところなんか知らないと簡単にやれちゃうんですけど、ね、簡単にやれちゃうんですけども、その段階はもうはるか過ぎて、みんなではもうジュース黒帯レベルいっぱいいて、しかもレスリングもその鳴らしたやつがいっぱいいて、うん、なるほどね、組み合わせのスペシャリストたちがもう打撃の上乗せをやってるからですね。あるいは打撃の専門家がもうレスリングとジュースを身につけてやってるの で結果そのタイミングですとかその取り合いでどっちがイニシアチブ取って、うん、まあやっぱりポイントの勝負ですけどね、1ラウンドはこっちが取った、2ラウンドはこっちが取った、うん、まあ、過半数のラウンドを制した方が勝ちみたいな感じですね。あのだからこそ今空手はすごい注目されてるんです。 MMA で、まあ、ムエタイと空手はやっぱりすごい注目されてますね。総合なんで本当にいろんなことができるんで、空手にまさに適してるんじゃないでしょうか、うん。僕らもだからさっき言ったあの型の中にいろんな技が入ってるんですけども、でもこういうふうに稽古してないじゃないですか、専門的に。だからやっぱ使えないんですよね。だから使えるようにするためにやっぱこうやって教わっていかないと。型の中に入ってるわけじゃないです。もったいないですよね。もっとしたら元々寝技の人と一緒にその型の使い方が、そういうのも必然しちゃってますから、分からないわけですよ、使い方も。で今先生に教わって、あ、そうか、こういう動きがあったとか、反対にまた勉強になるんで、あ、型の中にあったな、さっき腕掴んで回るとかですね、今の足を取るとか、総合格闘技によって空手が非常に注目されているということも本当にお伝えしたかったですね。そうなんですね、うん、なるほど。僕、うん、まあ、打撃の、まあ、何がいいですかね、打撃を MMA でやるにはなんて聞かれることも年がら年中あるんですけど、もう自分の好きなやつ歩いて探せばいいと思うんですよ、うん、で総合格闘技見てどれだと使えるかな、まあ、結局その人だよねっていう、うん、答えはその人だ、うん、その人だと思うんですけど、やっぱり、うん、ムエタイが向く人もいるので、そうですね、ボクシング向く人もいるので、はい、その人が何が好きになって、はい、欠点をどこで埋めようかって考えるのが格闘技の、はい、もう本当に、面白いところなので、はい、絶対完璧なものはないの で、そうですね、絶対完璧なものはないんですよ。いたらもうずっとチャンピオン同じ人なはずですから、まあ、そうですね、ね、絶対どっか疲れて負けるんで、うん、そういうものだと思いますね。道場の層がこうね、地層のようにこう堆積されて、試合に出るような人じゃないんだけど、こってりこう技を練った人たちが結構熱い層がいたりして、まあ、試合で勝つとはまた別なんですけど、はい、そうですね、はい、試合に勝つというのはまた別なんですが、まあ、道場の稽古でやっていくのでいいかなと思いますね。
バリトゥジャパンは日本版アルティミットだったので、はい、もうすでにあのヒクソンとかのルールの解釈が入っていて、はい、ヘッドバッティング なかったですし、はい、エルボーもなかったですし、あとのもの、あの急所もなかったですし、はい、もうすでにないところでシュートのルールに近いものだったんですね、はい、最初から、うん、ただまあ寝て顔蹴るとかもあったので、はい、その点ではちょっとシュートと違いましたけど、ほぼ現在のMMA ルールなんですよ、ほぼ、はい、だからそういう点では、うん、あまり普段の試合と変わらない、ただ体重違うのとやってたんで、そういう点ではもらってはいけないものが変わる感じですよね、はい、やっぱりパンチも一発も やらせちゃいけないような感じでしたね、はい、今ので言うと本当決闘に近いマインドだったんですね、はい、一発ももらったら本当にもう ね、この人いないかもしれないという感じだったので、はい、そういう意味では本当に今見ると結構しょぼい感じがするんですけど、僕自分で見ると、はい、でも今もあの体重差でやったらこうなるだろうな、うん、あんまり変わらないだろうなと思うんですよ、はい、あんまり遠巻きで打ち合うなんてもっとできないし、テイクダウンできるかできないか、くっつくかオールはナッシングになっちゃうんで、はい、なっちゃうだろうなとは思うんですね。ただ一緒にあの頃ジュース走りで、まあ、演奏に乗るってことを練習してたんですけど、はい、やっぱりこう頭突きがあるから頭を押さえろとか、はい、そういうのはずっと聞いてましたね。急所はさすがにアルティメットもなかったはずなんで、はい、多分筋的と目つきだけなかったんですよね、はい、しかも他全部あったのかな、指も多分なかったはず、はい、それ以外全部あったので、で僕らも、まあ、これは頭突きがあったら危ないっていうんで、はい、ただガードポジションの時はとにかく頭もこうつけとけとか、そういうのがあったので、はい、予備知識としては全然あったんですね。あったとしても、まあ、僕その UFC 出ようとしてたんで、はい、そもそも出ようとしてたので、そういう意味ではあの対策しとかないとなとは思ってました。頭突きがあったらこうだなとか、はい、実際先生若い頃はあのちょっとこうストリートファイト的なこと、いえいえ僕は全くやってないですね。僕は多分喧嘩最弱だと思います。多分喧嘩したらね、したら やることはほぼないんですけど、喧嘩したら最弱だと思います。それ自信ありますね。誰とやっても負ける自信あります。また先生とかもなんかこう道場破りじゃないですけど、もうルール破ってくるような相手なんかとは今はいないですね。ただ外国行くと、はい、結構生意気なのがいるんですよ。態度悪いとかいるんですよ。で変な話、試合でもあの例えば我々一本勝負なんですけど、はい、技あり取るじゃないですか、はい、もう負けるって分かると殴り来た人いるんですよね。そうすれば俺はあの日本の先生倒したとかなりますから、わざとこう殴り来るのが分かるんですよ、はい、そういうのはありましたけどね。スパーンとやるんですね。そうそう、スパーンとやっつけないとさすがすごい。最近いないですけど、本当に昔は態度悪いのいましたね。はい、で僕の場合あの細いですし童顔なんですよ、はい、結構舐められました若い時は。僕変わると思いますね。今先生とやってもやっぱ変わりますね、はい、じゃないと対処できないと変わってきます。空手の側がなんか総合のルールみたいにアプローチする時代ですよね。多少ね、なんかこう総合のルールだったらこうすべきだっていうのに僕らも見えてきた時代。地稽古ってあるんですけど、地稽古も続きでも火でも何でもありなんですよ。やっぱくっつくとやっぱ柔道やってる先輩に投げられたりしちゃうわけですよね。でもやるんですね。やりますよ。もちろん加減はしますけどね、何でもありなんで、やっぱり試合とは別なんで、よくだから先輩に続き食らったりですね、しょっちゅうやられましたけど、僕その投げの対処なんかやっぱできないとダメだな、まあ、投げはもうこう逃げればまだあるだったんですけど、よく締められて落とされました。まあでも総合格闘技とかそういう着衣の総合格闘技とか、まあ、今の MMA もそうですけど、やっぱいろんな戦いのサンプルが大体戦うとこうなるんだなっていうのは、まあ、目の当たりにできるじゃないですか、はい、そういう意味ではなんか総合的な戦いがもう一つのスタンダードとして、うん、ジュースマッチ空手の試合とまた違って総合試合を見れるってことが結構今のいろんなイマジネーションをこう広げられてるんじゃないかなという
思いますね。私だったらこうするのになとか思いながら見てると思うんですよ、あれは多分。最初びっくりしましたよね、ああいう試合出てきてびっくりしましたね、今本当にそうな、うん、本当鍛えられたアスリートの戦いになっているので、うん、それでは見れるっていうのは大きいなことで、うん、私の方から先生質問なんですけど、サンボってあるじゃないですか、はいはいはい、あれはやっぱりすごいんですか、うん、そうですね、サンボはサンボの凄さは柔術とまたちょっと違って組手の多彩さと、まあ、柔道よりもどこを掴んでもいいので、柔術はもうそうなんですけど、まあ、投げ技の組手の持ちどころが多彩なんですよ、どこ持っても禁止じゃないので、はい、それですごくダイナミックな投げ技とか崩しからいきなり関節取れるのがもうサンボにはもう突出してたくさん含まれてます、うん、サンボは本当ここで僕が言うことじゃないですけど、サンボの方が本当に絵にはなると思いますね。柔術はやっぱりこうなんていうか、柔術は全部消し去るところにあるんで、投げ合いもしないし、打ち合いもしないし、全部相手の光を消してね、ネチネチ仕留めるところがあるので、うん、無力化するところがあるので、ちょっと絵になりづらいところがあって要するに皆さんわーっと集まるところで演舞みたいなのやってくださいって言うと、演舞あんまりないんだけどなるんですよ、やっぱりちょっとフォトジェニックじゃないというかですね、そういうところがあるんですけど、やっぱ散歩はやっぱりそういう確かにそう言われてみれば、そうですね、豪快ですね、うん、昔柔道選手出てましたよね、はい、はい、今も柔道と三保交流は盛んですし、はい、今のオリンピックチームにも三保の協力が結構入ってますし、そういう各国の外国の選手がやっぱり三保とかモンゴル相撲とかを混ぜてくるので、はいはい、そういうのに慣れなきゃってことで、立ち技の総合競技じゃないですかね、今の柔道は。立ち技中心とした、どちらかというと、まあ、グラウンドももちろん含まれてますけど、で 柔術とも、まあ、盛んになってきてますし、本当に交流時代、本当に今日のテーマみたいですけど、うん、はい、本当交流時代に入ってきているので、サンボはサンボ ね本当すごいですね、あれは、まあ、で足も触れるんで、まあ、サンボがフリースタイルで今の柔道は触れないから、まあ、グレコローマンみたいな感じですね、うん、それを考えると、あ、そうですね、愛好の仕方の違いとしてはですね、うん、こういう積み上げがあるんじゃないかな、うん、はい、サンボすごいです、はい、ありがとうございます、私はできませんけど。中先生と中井先生、分かり合ってますね。なんとこの日が初対面なんです。一瞬で分かり合う一流の武道家同士、素敵ですね。この2人の共演、また必ず実現させますよ。黒帯ドリーム DVD も買って見て楽しんでくださいね。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。